いやいやいや、こっちも止めよ。ほら。もう最悪あ。来てくれたの。うわあ。<ー>よろしく頼むぞ。三。二。一。さ歴役の第六話ね。あ、捕まってーのね。 うん。よく捕まえられたよね、アリシアのこと相当強いだろうにさ。これをまた誰がやったのかだよな。うん。うん、ないイベントが起きたと。いやー、やってくれたね。これはアリシア怒るだろう。 殺しちゃうの死にたく、あああ,あ何、何使えないのあ,あ魔法で一発かと思いきや。意外とピンチだ。うわあえ。えもうあれかな力っていうか、身体的な実力も出せないのかな校舎の北側 うん、学校の中ではのえうわーやばいこと言ってる。あーあーああああ切れたうん。あ、戦えるのねうわ消切れた <laughs> やばいあ <laughs> アリシアえ殺すかな さっきなんか魔法が動しそうになった時ね、もうやっちゃうのかと思ったけど、まあ、使えないっていう演出だったじゃん。けど今、ジルがね、殺されそうになったような発言があったから、へえいや、まずそこが気になるね、やるのかどうかが。で、これを、本当誰が仕掛けたのかどうかなんだよね。ねそんであれー ウィルだよね。今、今ので確信を持てたわ。だから王様のお兄さんがウィルっていうことになるんだよね。そんなすごい人が今ロアナ村にいるんだよな。だこれロアナ村のウィルさんはやっぱりこの後、うーん、いい存在としてだといいけど、 何か強い影響力をこの世界で持ちそうだよね。逆になんかアリシアが目覚めさせちゃうパターンもありそうな気もするけど。ウィルさんを、なんか闇のルートっていうかね。まあ、それはけどないかな。<laughs> 何かしらぶつかったりすんのかなまた王様とロアナ村にいるってことは。で、今回のこの事件の裏人のあの金髪の男かなって俺思ってるけど。 前回さ、ジル見てなんか睨んでる男いなかったうん。えぇ、ー、やったわー。いや、だから、強いんでしょ力は抑えられてないんだよね。うんやっちゃえ、やっちゃえ <laughs> やっちゃえやっちゃえなんだけど、あっ。 あ、そんなとこにあれがあんのうん。おーおおやけろうわ。あ、ああやらないね。うん、二冊だ。うー、ん、焼やけろあれは痛えな <laughs> ま、けど、それくらいはね。 うーん、すごいね。うわ、かっこいい <laughs> かっこいいな。あ目とかあれかなここでやっちゃうのかな目隠れてるし。あー違うか <laughs> 違うっぽい。フラグかと思ったけど。それは負けないよね、こんなのに。本当にあのオープニングの眼帯は謎なんだよな。あいいぞ。こいつで最後だよね。 いやー、やらないでね、けど。うん、それで、それで行きましょう。んえあ、あーリースあー、止めたのか、動き。いや、けど、いや、ちょっと待って、アリシアじゃなくて。えそれのぐぅー、こいつ <laughs> いや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 、こっちも止めよ。ほら、もう最悪。あ、来てくれたのうわー、よかった。けどなんか腕やられてなかった、今。あ、刺さってる。<laughs> 刺さってるよ。うわー。えー、ってか、リズ、あの子。 お兄ちゃんも。うん。よかったけどよ。<laughs> けど、うわ、すごいなんか、イラッとしてしまったもやというか。<laughs> えああ、そっちだろ。リズじゃないのよ。うん。ああ。 ま、せめてお兄様が優しくて嬉しい。え何言ってんの無抵抗って。うん。え、え、えちょっと待って、やだこの流れ。うん。 はあええやられちゃった方がいいってことありしやがん。だから、そしたらやられてたやん。なにえマジでイラつく。<laughs> やば。やばい子や。 うせえ。<laughs> うせえ<ー>。<laughs> ここまでとは。ん<わ>ああいや、そりゃ怒るよ、今の。当然だよ。うーん。いや、俺でもぶち切れるかも。 現実見えなさすぎだろう。あ、なんかちょっと中立っぽい人だよね。うん。あ、もうそんなあれで治っちゃうのえ、<laughs> すごいじゃん。<laughs> この方素晴らしいね。マフ <laughs> 噛んだね、今。<laughs> はあ。これは治らないの ははははは。あ。ああ、もう関わりたくないのか。まあ、それは思わないだろうけども。うん。うん。いや、マジで。 今回は現場にいたのにこんな綺麗事言うんだね。この子やばいよ。普通目の前で見たらいろいろさ考えとか改まったり。いや、ここも相当やばい。取り巻きも。もうこれのせいで、一向にあれだわ。改心しないだろ、これじゃ。 いやーけどね。いろいろあったから心配して。うん。いやいやいや、妹じゃねえわ。もうなんか言うたびにちょっとあれだなえ <laughs> よくないんじゃない今のは <laughs>。正常ぶってるけど、嫉妬してんじゃない ああ、なるほどね。まあ、そう言いつつ、あれだよ、抱きたいんだよ、今は。怒ってんね、ちょっと。うん。うん。うん。いや、だって来なかったら、本当に、死んでたよね。 うん。いやいやいや、もう本気よ。いや、そう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 。<laughs> だってもうだいぶいろいろ起きないことが起きてんだから、信じようよ。<laughs> この気持ちを。うん。なっちゃえばいいんだよ。<laughs> あんな辛いことがあったんだからさっきまで。これくらいいいことあってもね。 寝ちゃったかなほっとして。え上着てなくない <laughs> なんでなんでそうなるの <laughs> 急にせ、え、心配で添い寝してたってこと今の。<laughs> あ、え、うん、なんかいじってますね。ジ <laughs> ルのこと今見えないところで。<laughs> いやーだから、王子の寝室とこなんじゃん。うん。<laughs> 考えても考えてもわからない。あ <laughs> はかわいい <laughs> え。えうん。<laughs> いや、こんな悪魔が出てきてる時点であれだよね。ありっしゃ、もう。ん、せえへんけど。 どうする <laughs> どうするんだ <laughs> うん <laughs> めちゃくちゃだよねそれ <laughs> あこっちが勝つのああ、うん、<laughs> 脳内バトルがやばい<笑><笑>そんなとこ隠れんのかい <laughs> あ これ悪魔勝つ。ああ、もう、いやいや、真ん中にいる <laughs>。本体が <laughs>。あっ、起きた。起きたんじゃない。あまだ寝てんのか。ああ、うん。ああ。ああ。ああ、そうなの。あ、そうだ。あれしてたもんね。 えぇえへへへ。あうん。あデュー今じゃねえんだわ、わジル <laughs> かわいそうに、デュークさん。うん。 こうアリシアの家かなお <laughs> 手は出してないんだね。寝てたけど。<laughs> それ、そこは聞ようぜ。<laughs> うん。いや、てか、ジルも、もう大丈夫そうだね、全然。うん。うん。なあ,あ。うん、うん。 かわいい。あ、ああ、はあ、はあはどうなるのああ、あれをこう入れる感じなのかえは <laughs> あはあはああなんか。うーん。ああ。 ああ、じゃあ、こっから強くもなるのかなチルうーん。うーん。な、もらえた。それな。一番ライバルになりそうだけど。 あれじゃね金髪。ニールうん。信じ、ああやっぱり <laughs> ビンゴー当たったわー。あっ。おーおーおおどうすんのおーおー楽しみだね。いやけどまたリーズが介入してきそう。いい子ちゃんに。 えあ、そうなのもうああ、制裁済みなのああ、あれか。うん。もうやることないね、こうなると。<laughs> ほら、ほらね。<laughs> うん。え どういうことうん。んああ、あえて野放しにしてたみたいな感じあの現実を見させたかった、見せたかったみたいなうん。ええー、いや、けど、 まあ、まあどうにかなるとは思ってたんだろうな、アリシアなら。うん。うん。なあ、まあ、認められてると思えば、こそか。 うーん。リズ、そこ。うん。お。いやー、けどその運命は覆そうぜ。 いや、よくないだろう。けどこれなんか奪ったらリズがそれこそ闇落ちみたいなそんな感じすんだけど、あの、さっきのあの演出といい。リズちゃん。うん。選んだ。かっこいいぜ。うん。あ、認められた感じ 王子おう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 いやー忠実なあれだね <laughs> いいねジル <laughs> いやけそんなの全然あれでしょう気にしなそうだよねうんいや信頼されてそうジルも いいねこの二人も。やば。<laughs> いい。<laughs> そうな。<laughs> 確かに <laughs> お。おうん。さらにね、うん。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  ここからまた読めない展開いっぱい来るんじゃないんどうしたのできないのか魔法が。ああ、高レベルの魔法が発動しなかったってことなのか。ウィル・ちっちゃねうーん。 <laughs> 最終的にそうなるんじゃないちょっと気が強く見えるような優秀なお嫁さんに。<laughs> 頑張れ、うん。うん。知ってる。<laughs> もう知ってるって。頑張れよ、だから。<laughs> それ含めね、好きでいてくれてるはずだから。お旦那。うん。 パパか。ん納得がいかない。えっ、ええー、まあ、あんなことがあったからか。お父さんだから心配しちゃったんだろうね。なんからある意味優しさだよ、これ。ははは。うん。 うん。ほらほらね。うーん。うーん。なん当然のあれだよ。これは。けど、これは納得しかねるだろうね。アリシア的に。嬉しいところだけど。だよね。うん。 ダメうんうんいやそれで深く取っちゃったっていうのはなーうんすごいうんいやりすぎならこう言ていけんじゃない 条件。90! <laughs> また大きく出たね、けど <laughs>。やりそう <laughs>。いや、けど超えるだろ、それ。いや、もう天元突破でしょ、こうなったら。うん。そうだね。それは確かにね、ずるいわな。 さすがアリシアだね。最後に一言言ってくっていう父親でも <laughs>。これはんなんだろうんうん。ああ、ここであれなのかななんか勉強するみたいな感じ。ん結界みたいなの貼ったな、今。ああ 引きこもんのかなもうだから90になるまで、もうなんか出てこないわくらいの覚悟を今持ちましたよってことかな <laughs> わかんないけど <laughs>。どれくらいかかるんだろうね、それが <laughs>。まあ1日2日の話じゃないだろうから。またあれだね。王子とかが心配したりすんじゃないジルとかは来れるのかなって思うけどさ。 どうなんだろう今、女のメイドさんついてたから、ジルも会えないのかねこれがまた、一年とか経っちゃうあれになるのかなまた、年齢が上がるようなさ、ケーキに、ここで。うん。いや、にしても今回のあの、リズが、本当に腹立ったんだけど <laughs>。 ごめんね。なんか、イラついちゃうね、反応になって。それがちょっと見てて嫌だって、不快だって思う人いたかもしれないけど、俺はごめん。あれはもう無理だわ。申し訳ないけど、イラつく。あんな、あんなわからずやというか、全く空気読めてない子。で、しかもそれにまだね、こびへつらう男どもも,も、もう気持ち悪いわ。 ますますなんか今回リズってのがやばいなってのが分かった回だったねどんだけ現実目の前にしてもさいつもあんな甘ったれなこと言っちゃいそうな感じするんだよそれをこれからまたねずっと見ていくことになっちゃうんじゃないかな せめて周りが甘やかさなければね彼女もさ変われる環境になるんだろうけどなんとかやっぱアリシアにねそこら辺教育というか指導してもらいたいねしっかりけどそこでやっぱなんかデュークの取り合いっていうかさリズ的には彼のことがどうしても手に入れたくてっていうところで深いなんか溝ができそうな感じするんだよ、ね やっっっぱななのに闇ちちみたいなルート入っちゃってでそこに取り巻きもなんかついてっちゃって盲信的にそれをアリシアとか、まあ、王子がどうにかしていくも,もしかしたらロアナ村の力とかも借りたりすんのかもな <laughs> ロアナ村の力借りるってなったらウィルおじさんが王様のお兄さんだから もしかしたら王様までリズのね毒にやられてなんかそばにいることでなんかリズのイエスマンみたいになっちゃってそれをどうにかするためにウィルおじさん動くとかはあるかもなあとウィルっていうこのキャラがね意外とそのうち今んところいい人に見えるけどロアナに追い込まれてるっていうのもあるしなんか力とか取り戻してったらアリシアの前に、まあ、その敵として立ちはだかるってパターンもあるのかなと。 それも捨てきれないなって今思っちゃってんだけど。はい。というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだなかったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでおてください。以上動画を一つお送りしました。バイバイ。